ストム鋼鉄は、朝鮮民主主義人民共和国の軍人、政治家、朝鮮労働党中央委員会委員、党中央委員会政治局委員候補、朝鮮労働党中央軍事委員会委員、人民武力省、国務委員会委員などを歴任した。朝鮮人民軍における、軍事称号は対象。2003年に最高人民会議第11期大議員、される。2012年に、 朝鮮人民軍総参謀部副総参謀長に就任し、中条に昇進した。2013年には上昇に昇進。軍経済を扱う第2経済委員会で委員長を務め、2015年7月に人民武力部第一副部長に就任。平壌におけるロシア、キューバ、ベトナム各大使館の行事に軍を代表して参加し、 軍の国際担当というべき存在であった。2016年5月、朝鮮労働党第7次大会において、党政治局員候補に選出。2018年5月中旬の党、中央軍事委員会拡大会議において、軍首脳3人の一斉交代がなされ、ストム皇徹が人民武力省に就任したと見られていたが、同年6月11日の報道で確認された。 2018年6月にシンガポールで行われた第1回米朝首脳会談と2019年2月にハノイで行われた第2回米朝首脳会談において金正恩に随行した。2019年4月11日の第14期最高人民会議第1回会議で国務委員会委員に選出された。2019年12月下旬に 党中央軍事委員会拡大会議が開催され、12月22日に、金正幹次官が、務公鉄の公認の人民武力省に就任したと、される。このことは2020年1月22日になって、朝鮮中央通信の報道により、明らかとなった。2020年4月12日の、第14期最高人民会議第3回会議で、国務委員会委員から解任された。 ありがとうございます。